列車戦隊特急ジャーを語ろう。どうもゆうちょまです。勝利のイマジネーションですね。今回は特急ジャー語らせてください。久しぶりに1話から見返して全話見たんですよ。もうね、やっぱり特急ジャーって面白い。ワクワクさせてくれるんですよね。まず特急ジャーの戦隊の見た目ですよね。1号、2号、3号とね、数字が書かれているのが不思議な感じで、乗り換えっていうのも斬新で面白かったですよね。豪快チェンジとはまた違うんですよ。特急1号乗り換えてブルー、乗り換えてイエローとかね、電車要素を全開に活用してくれてたなって思います。踏切とか乗車券とか細かいロボの武器の要素とか、すごくね、そういったところがゆうちゃんも結構好きなんですよね。特急ジャーってキャラクターも非常に明るくて、雰囲気も全体的に明るいんですよね。そこがすごく当時見ていた自分にとって肌に合ってたんかなと。イマジネーションって正直数値化できないものじゃないですか。想像力で勝利につながるって、でも結構現実にもありそうで、負けると思ってたら何事もうまくいかないじゃないですか。なので特急5号のカグラのようななりきりしたりとか、ライトのような諦めない心とか、すごい大事だなって思います。パッと見特急ジャーって単純明快に見えるんですけど、しっかり作品として考えられてるんですよね。先ほどから雰囲気が明るい明るいって言ってるんですけど、後半になるにつれてキャラクターは明るいんですけど、ストーリーが結構シリアスになるんですよね。これ今からネタバレとか言っても大丈夫ですか？ネタバレあんま好きじゃない人はこれ以降はちょっと耳塞いでいただけるといいかと。言ってもいいですかね。特急ジャーのメンバーが全員子供っていうのはね、正直びっくりさせられましたね。弟に対しても大人にしてはリアクションが無邪気だったり、発想が子供的な部分もあるなとは思ってたんですけど、まあ、言われてみればね、って思うんですけど、この秘密を最初から伏線張ってたっていうのはさすが小林靖子さんだと思います。小林靖子さんっていう脚本家なんですけど、仮面ライダー龍騎とか未来戦隊タイムレンジャーとかね、まあ、そういった脚本を書かれてる方なんですけど、もうそういった作品が好きなゆうちゃまとしてはもうドストライク、ピンポイントでした。もう描くのが本当に得意な脚本家さんなので、特急ジャーはねすごく面白かった。特急ジャーのラスト、あの感じも良かったですね。最後はしっかり目的地にたどり着けて家族に会える、もうね家族に会えてよかった。なんかあのままこう5人で家族にも忘れられて旅を続けるとかが一番悲しいのかなとか思ったんですけど、ちゃんとね家族も覚えてくれてて、イマジネーションってすっごく大切ですよね。そう考えると、もうね特急ジャーにはたくさん元気もらいました。ゆうちゃまでした。エンディングのビュンビュン特急ジャーも名曲で大好きです。ここから何本か特急ジャー関連の動画上がるのでお楽しみに。最後まで聞いてくれてサンキュー。他の動画よろしく。